にちは。あー素敵ですね。この街並みですか。はい。30年以上前にこの街に移り住み、芦屋を描き続けている泉川博之さんです。これまでに描いた絵は四季折々400点ほどに上ります。周りの桜が咲いてる時というのはもう最高ですよね。桜よりも毎年同じように咲いてるから同じじゃないかと思うんだけど、やっぱり違うんですね。顔が違うから毎年描いても飽きない。今描いているのは少しずつ色づき始めた芦屋川。これからの秋の深まりも楽しみだそうです。山の際のところが割に紅葉してくるんですね、はい、それとあとこの桜の葉っぱがすっごい綺麗です、はい、完成した絵がこちら。作品名は郷愁。芦屋、大体あちこち行って描くんですけど、半分ぐらいは芦屋川沿い来てしまう。もう最高。この町に暮らし、芦屋川を愛する人たち。改めて芦屋の魅力を身近に。